皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。まずは本編に入っていく前に、またナボソの商品を少しだけ紹介させてください。というわけで、今回はこのナボソのリカバリーソックスを紹介していきます。これひっくり返したら足の裏の部分がこんな感じになってるんですけど、それがそのいわゆるナボソ独自のテクスチャーで、これを履くことによって足の感覚刺激トレーニングを行うことができます。足の裏のバランスがしっかりと取れてないと、それが悪い姿勢や悪い歩き方へとつながってくるんですけど、これを履くことによってこの足の裏の3つのポイントにフォーカスをしながら、その適正な感覚入力をトレーニングできます。っていうのは、この3点のバランスがちゃんと取れてないと、それが膝や他の関節の痛みへとつながっていく可能性がありますが、この足の裏をトレーニングすることによって、この痛みの改善も期待できます。そして見ての通り、このふくらはぎも圧着してくれてるから、一日の終わりやハードな運動の後のリフレッシュ、あるいは長時間のフライト、立ち仕事、そしてランニングの後のサポートにもすごくおすすめです。はい、というわけで今回はこのナボソのリカバリーソックスを紹介していったんですけど、めちゃめちゃおすすめなんで、皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回はナボソのリカバリーソックスを紹介していったんですけど、興味がある方はリンクをコメント欄と概要欄に貼ってあるので、そこからチェックできますし、あとは質問なんかがある方は DM やコメント欄なんかで連絡ください。それではここからは本編なんですけど、またレイカーズの情報がいろいろと新しく入ってきてるんで、それを順番に見ていきたいと思ってるんですけど、アスレティックのヨハン・ブーハがレイカーズについて様々なことを話していて、まずは八村塁に関して、彼によりますと、現在レイカーズとしてはこの八村塁のことを積極的にトレードをしようとはしていないと。いや、引っかかるのはやはりこの積極的っていう部分で、だからこれはおそらくこの八村塁のことをね、そのいわゆる積極的に出そうとしているわけではないんでしょうけど、まあチャンスがあれば出すこともあり得ると、そういうことなんでしょうね。だから例えばもしも八村塁が昨シーズンね、その全然ダメで、もうこれからはレイカーズに置きたくないっていう感じだったら、まあその積極的に今回動かしていこうとするんでしょうけど、まあおそらくレイカーズとしては彼のことを出そうとしているという感じではないということというのは、プレーオフにおいては確かにね、ちょっとイマイチな感じだったんですけど、レギュラーシーズンにおける平均得点 13.6 点はレブロン AD、 あとはディーロ、そしてリーブスに次ぐチーム5番目の数字で、そして何よりも3ポイントシュートの成功率 42.2% はチーム1位だったから、まあこのパターンだったらトレード要因に出される感じではないですよね。っていうのは、あのサイズであれだけね、そのキャッチ&シュートのスリーポイントシュートが入って、あとはミドルレンジシュートも入るし、そしてインサイドもゴリゴリ攻めていけますし、でもディフェンス面において様々な改善点があることもまあ事実なんですけど、総合的に見てみるともう絶対に残すべきだと個人的には思います。そしてさらに彼によりますと、この今回のシーズン中のトレード期間においても、一応八村塁はトレード要員として上がっていたようですが、そのライバルチームが他のトレード要員、そのディアンジェル・ラッセルなんかと比べて八村塁に飛びついてこなかったと言ってますね。まあだからそこは八村塁にとってもね、レイカーズファンにとっても良かったんでしょうけど、まあこれも今後の状況次第でね、どんどん変わってきますからね。まあ、例えばそのドラフトの結果や、あとは他のチームの動き、そしてもちろんディアンジェル・ラッセルとレブロン・ジェームスのプレイアプションの件もあるから、これらのね、結果次第では、どんどんね、この八村塁の状況も変わってくると思うんですけど、まあ少なくとも現時点では出される可能性はそんなにないという感じですかね。そしてさらに彼はこの八村塁のこと以外にも色々と話していて、もしもレイカーズがこのオフにトレードで選手を出すとなってくると、ミドルサイズのサラリーの選手となってくる。でもその中でもレイカーズはオースティン・リーブスのことだけはキープしたいと思ってるようだと。以上、彼はこのようなことも言っていたんですけど、だからまあオースティン・リーブスのことはそのもうトレード要因に出される可能性が低いとか高いとか、そういった話ではなくて、まあ出したくないと、そういうことですよね。そしてさらにね、少し前まではそのレイカーズはこのオフシーズンにその3人目のスター、その AD とレブロンに次ぐ3人目のスーパースターを連れてこようとしていると、そういった報道がねたくさんありましたが、彼によりますと、ここに来てレイカーズはその3人目のスターをね連れてくるというよりかは、さらなるサポーティングキャストを集めてそのロスターを深くするという方針に傾いてるそうです。だってそりゃそうですよね。だってアンソニー・デイビスとあれだけバカでかい契約を交わしてて、そしてさらにレブロン・ジェームスとも今回のプレイアプションを破棄して、その年俸ベースで5000万ドルを超える契約をね交わそうとしているとか、そういった情報もあるから、もうここにまたその大金払って3人目のスターを連れてきたら、もうどんなことになるかっていうのはもう見えてますよね。
そしてESPN のよく選手のサラリーなんかを特集しているボビー・マークスによると、もしもレイカーズがこのオフにフリーエージェントのマックス・クリスティと、そしてこのドラフトの指名選手のことをキープしたら、レイカーズのチームサラリーがもうセカンドエプロンまで入っちゃうみたいなんで、もうこれは何としてもね、避けたいところですよね。っていうのはレイカーズがもしもこのセカンドエプロンに入っちゃったら、いくつかの制限が加わってきまして、まずはサラリーが増えるようなトレードは禁止。そしてミッドレベルエクセプションの使用禁止、7年後の1巡目指名権のトレード禁止、バイアウトでの選手獲得禁止、トレードにおいての現金の使用禁止、だからレイカーズがもしもセカンドエプロンに入っちゃったらこれだけの制限がかかってきちゃうから、もうチーム第一で考えたらレブロンの契約のことも本当に考えてほしいですし、なんだったらもうこのレブロンを放置するシナリオも検討しなければいけないと思います。はい、というわけで今回はまたこのレイカーズに関していろいろと見ていったんですけど、皆さんはこの話を聞いてみてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。そしてナボソのリカバリーソックスに関しても興味がある方はリンクをクリックしてチェックしてみてください。はい、という感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。